結婚だぞ。ふざけんな。そういうのさ。とにかくな、俺はモリアをぶっ飛ばしに行くからよ。影はそれで全部帰ってくるから。サンジ、お前ナミのこと頼むぞ。うわー、当たり前じゃ。透明人間だか陶芸名人だか知らねえが、霧の彼方へ蹴り飛ばしてやる。結婚なんざさせるか。ああ、言い忘れたか、あの透明人間風呂場でナミの方がじっくり見てたぞ。うん、うん。なに、うわぁ、これ以上刺激してやるな。何かに変身しそうで。透明エロ人間め、さやるさ。すげえ、爆発した。うおー、今すぐ迎えに行くからね。ナミソーン、この話をして、ナミソーン、勝手にしろ。ナミさんと風呂を覗いたクソ野郎はどいつだ。それを